皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年5月11日、14時30分頃の時間帯なんですが、七尾市の、和倉温泉という駅まで、来ました。で、まあ、先ほどこちらの堀井商店さんのところで、まあ、ちょっと、パンフレットいただきまして、どこか泊まれるところが今ないかどうか、で、まあ、あの被災地の人たちの状況とかをいろいろ伺うとですね、まあ、特にこれ、正月霞が関や総理内閣の方たちへのメッセージなんですけども、その、まあ、ご高齢の方でその仮設とかに、住んでいる人たちが、いらっしゃると。で、その 1,2 年経過した後出ていかなきゃならないとか、そういうのはやめてほしいっていうことを、ただ聞くと、まあ、それ僕は経験した阪神・淡路大震災の時も同じで、で、東日本大震災の時も、かなりご老体の方たちは残ってもらっててもいいとか、そういう話とかも、当時、安倍政権だったと思いますけども、まあそういう話も出てたと思うんですが、それでいいと思います。どうしても、なんやかんやでいるんだったら、例えば家賃1万2万なり、ちょっとだけいただくような形で、もうご高齢の方にあんまりご負担かけないような形で対応するのがいいと思います。まあ、女性の方で年金一月15万円以上までたどり着ける人は3割、男性でも5割ですから、だからまあその辺のことを考えて、そういうふうな対応の方がいいと思いますよ。もともと僕が住んでた、その、阪神・淡路大震災の、その、神戸市北区の藤原台の仮設住宅ですけども、仮設住宅を追い出された後、結局、ステップガーデンっていう複合施設ができて、結局今そこ、空きがほとんどなんですよ。もともとスーパーマーケットの近くにそんなにたくさん何も作るものってないんですよね。だから無理やり、そのね、せっかく建てた仮設、今時の仮設って結構、保温性とか、良いもので、東日本大震災も作られてましたんで、まあ、まあ、できるだけそのまま住まわせてあげてほしいですね。その入居されてる方がそう希望されてるのであれば。まあ、今のところは一旦以上です。能登半島の、穴水町に来ました。5月11日、先ほどの動画の続きです。まあ、家屋倒壊したところ、まあ、車でも、たくさんそういう、家屋見ました。珠洲市の方に、まあ、行こうかなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとバスも見当たらないので、ちょっとどうしようかなと、時刻的にも、あ、向こう、まあ、駅前の地面とかまだこういう状態ですね。まあ、こちらの方のバス停、ちょっとまあ、折れかかってる状態ですね。珠洲市方面行ったはいいけど、今度帰りがなかったら困りますからね。一応珠洲市の方に行く方面のバス乗り場みたいですね。ちょっとまあ、珠洲市の方に行ってみたいと思います。まあ行けるかどうかは分かりませんが、まあ、時刻とか見たんですけど、まあ、まあ、和島市とかもまあ行ってはみたいんですけども、これ、最終が17時などなので、今が16時ぐらいなんです。で、行ったはいいけど、帰ってこれないみたいな形になりそうなので、ちょっと、この辺の近辺を、まあ、いろいろ見て回りたいなと思います。あ、ロープ張ってますね。もともと入ったら、ダメなのかもしれないですね。先ほどの、穴水駅の近くなんですけども、神社が、まあ、倒壊した後みたいですね。まあ、まだ、まあ、今のところは後回しという形で、まだ民家の家屋の解体とかが、あと、家屋の解体だけじゃなくて、まあ、ブルーシートは結構見ますね、まだ。屋根の上の修理が追いついてない。
世界職人ワゴンという番組が、テレビ東京さんでありますけども、申しましたっけ、屋根の上、ちょっと修理しに来たってもらえますか、その番組で。対応お願いいたします。家屋ですけども、あちらの方に、しっかりとですね、危険という形で、張り紙が出されてますね。まあ最初、なんとか温泉なんでしたっけ、まあ最初の駅のところですけども、あちらの方の、商店の方にお伺いしたところ、解体の申請とかが行政の方がなかなか追いついてないという状況で、まあそういった話も、お伺いしました。まあだと思います。阪神淡路大震災の時もそうでしたから、最初の1年ぐらいが大体そういう状況ですね。まあその最初の1年で、まあ水水道管まで、しっかりと復旧なんとか終えれたらというところですね。その商店の方も徐々に、水が、まあ、復旧ができてきて、まあ、少し前に、あの辺りの温泉街のところまで、もう水が来るようにはなったと、まあ、そういうふうなことを、伺いました。珠洲市の方はもっと大変なんでしょうね。震源地で、まあ、一応最初のコンピューター表記ですけども、震源地でしたからね。まあけどそれも待ちますと、他の被災してるところを見て回らなければ、本当に震源地がどこかっていうところは最初のコンピューターの発生ではわからないんですよね。阪神淡路大震災、神戸市の垂水区の南の方の瀬戸内海のあたりが震源地になってましたけども、違います。後から情報、僕からの証言で覆ってます。まあ、中央区か両国あたりが震源地じゃないのかと。港川の河川の底から、抜けていった水で空洞化が広がって、その空洞化が広がったところが一斉崩落が発生して、まあそうなったんじゃないかと。震源地の場所で見たら、その被害の状況を見たらすごくよくわかるんですよね。垂水区からもう少し西へ行くと明石市なんですけども、そこまで行くと全壊の家屋はなかったと思うんですよ。半壊の家屋ぐらいで、まあ被害が大きかったのは、まあ西神戸市の中で西の方で位置するところで言うと、まあスマックということになってくるんですかね。ただ兵庫区とその隣の長田区、中央区や灘区、東灘区は被害が大きかったと。ちょっとね、指でタッチしてもオフにならないんで、コンピューターの制御が多分かかってると思うんですけども、もう少し撮影して回った方がいいというような状況をコンピューターが多分判断してるんだと思います。たまにそういうふうなボタン押しても言うこと聞いてくれないタッチパネルで、まあ電源をオフにするような形で撮影一回止めたりとか、まあそういうふうなことをしてたんですけども、多分コンピューターの方が、スーパーコンピューターとかの方が先に情報持ってるから、このまま撮影した方が後で動画をそのつなぎ合わせたりしなくていい、見やすい、見てる人たちもということでだと思いますね。まあ途中のその穴水駅までの、列車、まあ、1両で稼働されている列車なんですけども、まあ、そちらの方からも海岸沿いの家、まあ、倒壊している家屋だとかがありましたね。で、どこかその近辺の民家で新しく家建てられる方いらっしゃるんでしたら、若い方で自宅でかまど発電とか行えるようにして、解体した時の木材を燃焼して、発電しながら、売電しながら、あとは冬を暖を得ると、まあ、そういうふうに行っていただけると効率いいんですが、
まあ皆さんいかがでしょうか。まあ能登半島のその市長さんとか議員さんたちの方でね、あのその辺のところをこう何かこううまくしてあげたら、あっちも解体し、あの倒壊してますね。解体じゃなくて、解体の方がまだ、追いついてない。まあ道路の復旧が先で、あと水道管とかが、まあ倒れかかってはいますね。先ほどの。まあ、バスの便が、もともとの数市行きのところのバスがないっていうことは、現地とのその往来、今されたら困るみたいなことかもしれないですね。まあ、この方向に向かって歩いていったら、多分数市なんだと思うんですけども、まあ、距離がだいぶあるので、まあ、途中まで、撮影して、引き返そうと思っています。ちょっと涼しに行けなかったのが残念なんですが、まあ、新海誠監督のスズメの戸締まり、涼しでまず間違いないと思います。穴水総合病院さんは大丈夫そうですね。まあ、病院も本当はその電力止まったら困りますからね。だからまあ蒲田発電装備してても場所によってはいいんじゃないかなと思います。裏手の方がもう完全に山ですから、ああいう方にあの土砂崩れが結局発生してる、それだったらもう最初のうちに取り除いといた方がいい。その方が安全ですから。でそれを燃やして発電をすると。まあこの辺りもあの風景見ましたけども、あの周りあの山に囲まれていて、木が豊富にありますんで、あと解体するときに出てくる木材、まあ、そういうふうな装備を本気であの政府も動いてもらわなかったらちょっと困りますね。あちらの道を撮影してたんですけども、少し道を戻って、違う地点を撮影しています。まああちらの建物も結構ひどかったですね。まあ、こちらの建物も傾いていて、こちらの足元とかも今ちょっと足がこうガクンとなりそうになったんですけども、まあ歩道が撮影しながらだとちょっとつまずいてしまいそうな、まあそういうふうな状況ですね。まあ、家屋の解体とか歩道の補修とかに、まあ、いつぐらいから本格的に取り掛かれるのかというところですね。電源オフにします。まあ先あちらの道を、右手に曲がってきたんですけども、ここのもう、へこんでますね。陥没していて、まあもし余震が来たりしたら危ないので、ちょっと間開けて歩いといた方が良さそうですね。こういうところが崩れて、まあこちらの家屋も倒壊してますね。家屋だったのか、まあ、事業所だったのか、まあ、こういうのこういうふうなちょっと、古めかしい建物で、倒壊されてるところはかなりありますね。根本的にこう建物が古くてという部分で、まあ、そういうふうなところですね。今後建物、解体時期来てるところは、しっかりと建物解体しておくと。で、まあ、空いてる土地のところに、メタンガスを発生させる生ゴミの貯蔵庫とメタンガスの抽出装置を設置
しておくことをですね、まあその辺のところはエネルギーの残存量問題からです。駅前の、信用金庫さんなんですけども、建物の高さ、まあコンクリート型で、2階建てなんですけども、やっぱり重量があるからこうなってしまいますね、下の方が。だからその台風来ても壊れないで、地震が来ても壊れないような作り方、要するに建物を軽くして丈夫に作るということですね。そういうふうな工夫の作り方が重要ですね。木材でもいいと思います。なかなか火事なんかはまずありません。で、周りから火の手が上がって延焼するかっていうと、スペースがあるから、まあなかなか隣接するところが火災発生しない限りまずないから、まあそういうふうな作り方でいいと思いますよ。特にこういうふうな一度大きな地震が発生して、で家と家の空間がこうスペースがこうそれなりに、3メートルなり5メートルなり家と家の間が、空間があるようなところとかは、木造のしっかりとした家の作り方の方が、いいと思いますよ。上の方を軽くしておいて、2階の方を、重たいものは1階に置いておいてと。上が重いとやっぱりもうどうしようもなくなりますからね。こちらはまだ撮影してなかったでしたっけ。あちらが穴水駅なんですけども、どうでしたっけ。まあ先ほど穴水駅の方とまあお話しさせていただきまして、まあ電車の中から、外の風景とか撮影してもいいと、まあそういう、承諾を得ましたので、まあ帰り、撮影してみたいなと思います。先ほど木造がどうこうということを言ってましたけども、こちらの家屋なんかは、まあ、薬局屋さんですけども、木造ですけども、しっかりと作ってるから、被害、ほぼなかったみたいですね。下の方、いろいろ割れたりとかはしてますけども、建物自体はかなり立派に残ってますね。まあ、こちらはもうこういうような状況になってます。だからね、木材でも作り方と、まあ、もちろん築年数とかあると思うんですけども、作り方によって、こういうふうに丈夫にしっかり作れるんですよ。だから必ずしもコンクリートだから良いかっていうと、やっぱり、上が重いから、まあ3階建てのこっちは商工会の方なんですけども、まあこういうふうに、どうしても建物自体、訂正2階ですね。2階なんですけども、やっぱり重たいから、こう地面がなってしまいますね。重さに耐えきれなくて。この辺なんですよ。木材で作る家屋との違いが。17時になったんですけども、何か音楽が流れたりしてたので、ちょっと集音しとこうかなと思って、撮影しました。それと少し前にも、何かアナウンスがありましたね。まあ昔こういうふうなことは結構いろんな地域でされてたんですよね。で、危険を呼びかける放送っていうもの、そういったものは多分都市部には今もうないんじゃないですかね。だからその辺のところをどう、まあ、受け止めるかということですね。災害時にまあすぐに緊急放送をする市内の部分で、撮影許可いただいて電車の中から撮影させていただいています。まあこれが被災地の状況ですね。穴水駅からの帰りの電車の中です。途中で撮影しましたけども、木製の、しっかりとした、軽量化ができていて、地震が来ても、大した被害が出ていない家屋ありましたけども、このようにこの沿線沿いに一本物の、立派な木がたくさんありますんで、良い柱は、簡単に、入手できるかと思います。あとまあ枯れてる竹とか結構ありますので、倒木とかこういったところから、あと倒壊した家屋の解体から出てくる、木材等で、かまど発電などを、まあ、どなたかに、担っていただくと、まあ、そういうふうなことを点在させながら、行っていただいたらいいかと思います。間に合わなかったですね。まあ一応車が
は確保して、まだその後の工事がまだ追いついていない状態ですね。あとはまあ耕作放棄地も結構あるみたいです。この辺りもまあどうなんでしょうね。あの辺りはその左手の方はどうなんでしょうね。すぐ、向こうが、海です。まあ、電車の中にこういう風な、アニメの、宣伝を、電車自体にこういう風に、外から見たら、まあ、こう華やかに、彩られてるんですけども、震災がきっかけじゃなくて2014年に観光目的で、まあ、されてたイベントだと思われますね。で、旅館などホテルに関してなんですけども、まあ損壊が激しいところが結構あります。で、まあ、水道の水も、まあ、だいぶ、通るようになってきたというところで、まあ、その建築業界の人たちがまずはそこに、まあ、稼働できそうなところに宿泊してもらって、で、建物の解体などに動いていただくと。まあ、そうじゃなかったら正直金沢市からだったら遠いですね、能登半島、特に珠洲市や輪島市となると。だから最低でも七尾市ぐらいには、旅館、まあ、そういったところで寝泊まりして、稼働できるような体制っていうのが欲しいですね。まあ、こういう状態ですから。この辺りも一本まっすぐな、木がたくさん両サイドに生えてますね。こういった地点がね、この鉄道の両サイドに結構あるんですよ。で、中には倒木とかも結構あります、目視で確認しました。ですので、まあ、蒲田発電とかに適してますね。竹とかでもものすごく太い竹がありましたね。もう太さがこれぐらいあるような竹、ものすごく太い竹とかも見ましたね。あとは、これが、まあ、町の皆様の状況ですね。先ほどはのどかしまという駅に到着していたところでした。この辺りは少し高さがあるのか、津波の被害は大丈夫だったのかもしれないですね。ただ基本的に家屋自体が根本的に古い家が多いですね。しなかったらいつその倒壊している家屋とか現れるかちょっと分かりませんので、まあ、とりあえず今撮影のボタンを入れています。まあ、電源つけたり、まあ、撮影したり撮影しなかったりの繰り返しですね。こちらの方も、日本の木です。まっすぐな太い木も結構あります。たまにその驚くぐらい大きな太さの木もありますね。神社とかに使えそうなぐらい、
太い木でしたね。まあけどこの辺の家屋の方たちの、ために使ってあげたらいいんじゃないですか。のところで、まあすれ違いになるような形ですね。先ほどの場面なんかは木がたくさんありました。作る時の材料にはまあ困らないでしょうね。あれだけ木があれば。あの木なんかものすごく太いですね。まあ先ほどは損壊の激しい前回の家屋ですね。外壁が今の剥がれて、土壁が、見えていた状態の家屋。こちらはガソリンスタンド。まあ、地震発生前から、倒産されていた可能性がありそうな雰囲気ですね。こちらに西岸って書いてますね。ちょっとあの向こうの看板と違うので、よく分からないですね。もう少し南の方でこれだけの被害が出てますから、珠洲市や淡路島市はもっとひどかったんだと思います。震源地でしたから、まあ、淡路島市なんかは震源地の近く、まあ、もしかしたら震源地が、珠洲市や淡路島市の間ぐらいだったかもしれない。まあ、その辺のところは今後はっきりしてくると思います。阪神・淡路大震災の時は数年かかって、まあ、あの国会議員の人たちといろいろ話すような機会がたくさん増えて、まあ、あの発生地点が後から訂正されている方ですね。まあ、損壊の仕方を見たら今のところ震源地はあるそう外れてはなさそうには見えますね。穴水市の状況、穴水町ですかね、穴水町を見る限りはまあそういう状況ですね。これだけ木があればまあ家を作るには全然困ることはないです。
ほども見かけたんですけど、倒木がありました。先ほどもありました。まあ一時停止しなかったらなかなか確認するのは難しいと思うんですけども、まあ、かまどの材料、かまどのその燃焼する木材として、まあちょっとこの沿線沿い、両サイド、100メートルぐらいの範囲まででも、かなりの量が、まあ、入手できますね。まあ、この沿線で片道1時間かかるかかからないかぐらいですね。先ほどの続きです、動画のスマートフォンの容量がなくなりましたので iPad で撮影しています。能登中島というところですね。撮影許可をいただいています。ちょっと頭の中でスマートフォンがもともと画面性のものでしたので、まあ、その意外で頭の中を捉えていたのかもしれないですね。先ほどまで喋ってたのは大阪放棄地の県です。この能登中島よりもその少し北の方にいたので、あるという、まあ、こういうことですね。
可能と思います。されてるから、まあ、例えば、軍事的に、まあ、こういう状況とか、まあ、そういう状況ですね。まあ、七尾駅に着いたんですが、ちょっとまあこの辺りも撮影しておこうと思います。だいぶ日没前なんですけども、明るいうちに撮影しておこうと思います。まあ、気になったところですね。まあ行きしな電車の中から特に気になったのはこちらの、まあ倒壊しかかってる建物ですね。あとはあちらの、まあ、元シャープのお店ですね。では、一旦これぐらいにしておこうと思います。訂正、少し気になるところがありましたので撮影しておきます。あの七尾駅があちらの方で、まあ、今の時刻18時過ぎなんですけども、まあホテルのようですね。まだ開けてないみたいですね。ホテルで下がスーパーマーケットか何かのようですね。で、こちらが、まあ、全壊している家屋ですね。先ほどの撮影の続きですが、名古屋、名古屋市の上下水道局の、まあ、救援の、車ですね。テレビのニュースでも放送されていましたが、本日宿泊するのはあちらが、駅七尾駅なんですけども、七尾市のあちらのホテルルートインで、本日宿泊します。まあ今日土曜日の晩なんですけども、まあ、まだ空き部屋が当日でも、宿泊できましたので、まあまあ、なかなか来られる方はいらっしゃらないとは思いますけども、今は災害時ですから、まあ、復興とかの助けとかで、まあ、1泊1万円ほどしますけども、まあここは、しっかりと、ホテルは稼働されてますね。大丈夫です。建物等も、安心して、宿泊して大丈夫だと思います。あとあちらの方で福井県の車両も、発見しました。ルートインのホテルから何人向かいに以上です。先ほど、七尾駅の前の、ベストホテルですね、休みかと表現してたんですけども、どうやら違ったようです。1階が七尾市の市役所でした。それに電気がついてなかったみたいですので、上の方は電気ついてるので営業されてるかもしれないですね。ちょっとまあこれは近づいて中入ってみなかったらちょっとわからないですね。訂正しておきます。アリビオさん、空いてますね。先ほどの建物です。隣が、まあ、ショッピングモールみたいなのがあって、まあ、ちょっとよくわからないんですけども、体を鍛えるスポーツジムかもしれません。その横が、七尾市役所と、まあ、こういうような形になってたみたいです。七尾駅のすぐ近くにあった、先ほど、前を歩いたと時、まあ、1時間ほど前なんですけれども、喜多方ラーメン頑張り屋というお店なんですが、もう閉まってますね。19時30分になる前にもうすでにクローズしてますね。でやっぱりガスボンベを横につけていてという形ですね。本日2024年、5月12日翌日です。あちら、七尾市七尾駅の近くのこちらの住友生命さんの建物なんですが、まあ、高さが1、2、3、4、5、まあ、5階建てか6階建てぐらいですね。まあ、やっぱり建物が重たいので、これ多分下高さ合ってたと思うんですよ。それがこういうふうに、こう地面が上がっている状態なんですよね。どこかに圧力がかかっていて、まあそうなってる。その対面のこの縁石のところも
こういうふうにまあ、斜めになってしまってるんですよね。地面に圧力がかかって。で、もともとその高さがある程度合っていたっていう根拠は、まあ、この辺りを見てもらうと、まあ、高さが大体合っていると。だからこういうことなんですよね。高いビル、重い建物といった方がいいですね。だからこの辺りをどう変えていくかっていうことで、昨日の木製の、薬局屋さん、建物ですね、ほぼ、無傷であると。木製であっても、まあ、見た目からして建物が軽そうでしたので、まあ、2階建てぐらいにしておいて、まあ、片やこちらは、まあ、テナントを募集というような形で、まあ、空いてるところとかうまく活用したり、まあ、まあ、あちらのビルの場合は周りを補修するだけでまだ建物が使えますが、その、まあ、仕事場が大きく建物がこう全壊とかになってしまった方たちはやっぱりもうああいうふうなテナント賃貸で借りといて、しのいでいくというような形の方がいいと思いますね。本日、JR 七尾駅に行きます。昨日、和倉温泉でですね、14時過ぎに、中学生の頃同級生だった長安信弘らしく、後から気がつきました。最初見た時に現地の人ですかってこう聞こうと思っていましたね。どうしようかなと。1月1日16時過ぎに発生したで間違いなかったでしょうかと、それを聞こうかと思ってたんですけども、まあ、さっきもちょっと食事のことが、頭の中いっぱいというか、まだお昼ご飯食べてませんでしたので、で後からですね、いなくなってから今の先ほどいた人間は長安信弘じゃないかと、まあ、そういうことでしたね。だからまあ和倉温泉だったら穴水町へ行くのにその電車の乗り継ぎがあるから、まあ多分ここに来るだろうということで、まあ彼は来ていたんだと思いますが、まあ今日の朝スマートフォンの画面に向かって心の声の方で、今日の朝の9時から、10時まで七尾駅で、待っていますと、長安信弘へということで、スポーツの柏木は、常に付きまとっている部分等はあるんですけども、影響を与えている部分。被災地ルール、被災地にいる人を狙ってはならない。昨日、まあ、長安が会いに来たからこそ、まあ、夜の、アジアチャンピオンズクラブ、クラブの方ですね、クラブの、サッカー、アジアチャンピオンリーグといったらいいんですかね、カップといったらいいんですかね、まあ、そちらの方、勝っています。ヴィッセル神戸も4点、得点して勝っています。阪神タイガースが負けたのは、その前の日の試合、3対3の同点のまま最後、阪神タイガースが1点入れてしまったんですけども、阪神タイガース側で試合を行ってた時に、試合中に食事をすると、自分たちが、1点取られるという形なんですね。だから4番 DeNA、サイドで、日によって違うんですよ。阪神サイドだと横浜 DeNAまあ、両方勝たせに、勝ちに行こうとしたりだとか、その日によってね状況違うんですけども、まあ今回の3連戦で初戦、負けたのは、21時30分になっても3対3の表記だったんですよ、インターネット表記が。でいくらなんでも21時30分で点数も3対3でそれはないでしょうと、まあ厳密に言うと21時25分ぐらいかもしれませんけども、まあ、それで、まあ、晩ご飯を食べ始めたと、まあ、それで阪神タイガースの方に得点が入ってしまって横浜 DeNA 側でしたから、だからその辺のところでね、もともと阪神タイガースにその
設定されてた、ルールがいかに、厳しいものであったか、まあ、YK助側ですね、世界線もその辺の部分はあるんですけども、その辺見破ったりだとか、その被災地ルールなどで昨日の、サッカー世界線に関しては対応しました。まあ、その世界線の対応の勝利に関しては、まあ、どう考えても、いや心の声でさっき言ったあかんみたいな内容が頭の中を泳ぎたんですが、違いますね、これは証拠作りなので、ね、世界のルールは法律、まあ、横浜 DeNA さんが勝っていただければなと思います。今日の試合あと、言ったらあかんっていう言葉が頭の中よぎったんですけども、ロッテ、まあそれを見破りで、ロッテと楽天のことも気にしてます。それはもうインターネットで公開してますんで、ね、まあどういうふうにするべきかというところの件も今まで YouTube で言ったりしてますんで、まあその方向で進めていただけたらなと思います。先ほどちょっとね、まあ約束というか、こう待ってるというところで、あの辺りに、ね、さっきちょっと晴れ間が光が差し込んでいて太陽がちょっと見えるような形だったんですけども、もう曇ってきましたね。もうすぐ、10時です。撮影許可はいただいてます。駅のホームから、周りの風景なども撮影してよいと、いうことです。あとはですね、まあ、七尾駅なんですが、まあ空見ていただいたら分かる通り、曇ってきています。で、天気予報で、まあ、雨という、まあ、予報がされてますが、まあ、それを、まあ、時間帯的にうまく活用できれば、まあ、夕方など、琵琶湖の湖西線、高島市の、河川などの撮影、まあ、雨が降ってる時のね、内容のものを、撮影できるんじゃないかなと思っています。まあそれはそれで水の量とか、まあ急にはすぐには水の量は増えませんが、まあ何時ぐらいから雨が降るのか、琵琶湖のあたりでというところですね。あと途中下車して、もう一度あのそのまま乗っていいということですので、ですね、まあ、敦賀で降りて、まあ、昨日のまだ精算できてない部分のお金はそちらの方で精算しまして、まあ、3社にわたるような形で、来ますので、そのイコカなどを使用すると途中の駅の区間の支払いが不可になってくるんですよ。ハピネスラインか何かそういう風な、間の区間は、まあ、JR は JR みたいなんですが、まあ、ちょっと違うような形で、まあ、3社にまたがる、まあ、地方自治法の方だとは思うんですけども、まあ、そういう風な状況がありますね。まあ、他の方たちも、能登半島、来てみようと、まあ、ボランティア活動の人もそうだと思うんですけども、まあ、帰りでも大丈夫だということですので、まあ、基本的に神奈川から敦賀までは新幹線を利用しようかなと私は思っていますので、まあ、敦賀、福井県の敦賀市の敦賀駅で、まあ、生産すると、まあ、そういうふうな形ですね。多分そのハピネスラインというところが、まあ、福井県とあとは石川県がどのくらい関わってるのかはちょっとそれの詳しいところの情報ははっきりとはよくわからなかったというところですね。以上です。